はい、どうも石原です。今回の動画ではほぼ同じサイズだと予測されている 5.4 インチ iPhone12 と 5.2 インチの AQUOS R2 コンパクトのサイズ比較や、2020年に開催される Apple イベントが iPhone12 シリーズの発表なども合わせて全部で4回もあるというリークに加えて、9月16日に発表予定の Apple の新製品の情報と、それに伴っての皆さんへの緊急アンケートを実施したいと思いますので、どうぞ最後まで動画の方をご視聴ください。まあ動画の内容もそうですが、概要欄に設定している目次から緊急アンケートの情報だけでもチェックしていただけると僕は喜びます。はい、そしてこのチャンネルでは最新の iPhone や Apple 製品などのテック系の情報やガジェットレビューなどの動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録していただいて、定期的な情報収集にお使いください。また、ノートというプラットフォームで僕のテック&ガジェットのレビュー記事やコラム、さらには Apple についてや YouTube の戦略、そして収益なんかの公開もしていますので、ぜひ概要欄より僕のノートをチェックしてみてください。はい、では本題です。2020年のアップルイベントは残り3回開催かという話題になります。先日はこちらの動画で9月16日の深夜2時にアップルが製品発表イベントを開催するという情報をご紹介しました。これはリークではなくて、このように本当に公式で開催されます。その9月16日のアップルイベントで発表される製品は Apple Watch シリーズ6と iPad Air 4と予測されています。残念ながら iPhone12 シリーズの発表は9月16日には行われないという可能性が高いと予測されております。 iPhone12 シリーズは改めて10月に発表イベントが開催されると予測されております。要は2020年に Apple が開催するイベントはすでに終了した6月の WWDC2020、 そして9月16日の Apple Watch シリーズ6と iPad Air 4の発表イベント、さらに10月の iPhone 12シリーズの発表イベントの計3回だと思っていました。しかしそう思っていたのもつかの間。なんと2020年に Apple が開催するイベントは合計で4回となることがリークされました。例年通りでいけば Apple は秋頃に Apple スペシャルイベントとして招待客をApple Park とかに招いてリアルタイムでライブ配信するのが定例でした。毎年開催されている WWDC と合わせても計2回が通例となっていました。しかしブルームバーグの記者のマーク・ガーマン氏がツイッターで、新型コロナウイルスの影響によりアップルはイベントの分割開催をするとしておりまして、つまり6月の WWDC2020年、そして9月16日の Apple Watch シリーズ6と iPad Air 4の発表イベント、さらに10月の iPhone12 シリーズの発表イベントに加えて、さらに11月の新型 Mac の発表イベントという計4回も2020年は Apple イベントが行われるということになりそうです。2020年の新製品のラインナップは今年はどれも注目されているものばかりなので、オンラインで録画放送になることもあり、それらの注目の新製品ごとにイベントとして放送して Apple に注目を集めようという戦略だとも考えられます。とはいえ、直近の9月16日を前に、これからまだそれも含めてまだ3回もワクワクするような発表があるというのはめちゃめちゃ嬉しいことです。また別の動画でもご紹介した通り iPhone12 シリーズもそうですが、 Apple シリコンを初搭載した12インチの MacBook にも僕は非常に期待しているところなので、その発表イベントも僕の中では本当に楽しみにしております。さあ、そして続きまして、9月16日の Apple イベントで Apple Watch シリーズ6が確実に発表されそうだという話題です。直近の9月16日に開催される Apple イベントで、発表が予測されている、先ほどもお伝えした新型の Apple Watch、これ Apple Watch シリーズ6ですが、あくまでも予測なので 100% 発表されるかはまだまだわからないところではあります。その発表の確率を高めてくれるリークがありましたのでご紹介したいと思います。なんと Apple は YouTube でですね、動画配信スケジュールを設定しているようですが、そのメタデータの中にシリーズ6が確かに含まれているので、
どうやらかなり高い確率で Apple Watch シリーズ6が発表されると思います。さらにそのメタデータにはしっかりと iPad Air も含まれているようなので、新型と噂されている iPad Air 4も高い確率で発表されると思います。そこで皆さん緊急アンケートを開催したいと思います。すでにこの動画を見ていただいていれば、チャンネルを登録しているチャンネルの動画がちょっとややこしいな、のタイムラインですね。タイムライン、もしくはあの僕のチャンネルのコミュニティのところですでに公開済みの Apple Watch シリーズ6を買うか、iPad Air 4を買うか、それともどっちも買うかというアンケートを実施しております。ぜひそちらを皆さんにご協力していただいて、9月16日を目前に、どれだけ Apple Watch シリーズ6もしくは iPad Air 4が注目されているか、期待されているかなどの、参考にしたいと思います。結果をね、改めて動画にしようと考えております。僕も実際に Apple Watch シリーズ6を買おうとは思っています。このね、Apple Watch シリーズ4をで、もう2年ぐらい経ってるのか ?3 年ぐらいかな ?3 年ぐらい経って、2年ぐらい経ってると思うので、まあ、そろそろ買い替え時期かなと、最新のものに買い替えて、どのぐらいね、スペックアップというか、操作性とか使い勝手が変わったかなというのも、確かめてみたいんですけど、まだまだ決めかねている状況なので、ぜひ皆さんのアンケートの回答を参考にしたいなと思っておりますので、どうぞアンケートの方ご協力ください。はい。そして最後に 5.2 インチアクオス R2 コンパクトと 5.4 インチアイコン12のサイズ比較をした写真が公開されました。以前の動画で 5.4 インチのアイコン12は予測されているサイズがですね、高さが131ミリ。で、幅が64ミリで 5.2 インチアクオス R2 コンパクトとほぼ同じ外寸となるようで、ディスプレイサイズは 5.4 インチよりも 0.2 インチほど小さいんですが、だいたい同じサイズであるとご紹介しました。そこで実際に 5.2 インチアクオス R2 コンパクトの実機がどこかで触れれば、動画でご紹介しますとお伝えしておりました。しかし、実際に 5.2 インチのアクオス R2 コンパクトにはまだね、お目にかかっていませんが、その 5.2 インチのアクオス R2 コンパクトと iPhone 5S、そして iPhone 7と比較した画像が iPhone マニアという日本のね、ガジェットメディアで公開されましたのでご紹介したいと思います。それがこちらの画像になります。iPhone 7では少し大きい。iPhone 8とかね。では大きい。でも iPhone 5では少し小さすぎる。そんな中間とも言える、そんなかゆいところに手が届くような、ジャストなサイズに 5.41 iPhone 12は期待されています。僕も過去の動画で何度もお伝えしている通り、iPhone 12 Pro、6.1 インチの iPhone 12 Pro と 5.41 の iPhone 12、どっちにしようかめちゃくちゃ悩んでいるということをお伝えしてるんですけど、今もそれはもちろん変わってなくて、どっちかなっていうところをちょっと考えているとこなんですけど、また、僕のチャンネルのコメントで、小さいサイズが好まれるのは日本だけであると教えてもらったんですが、やはりいろいろなね、サイズが大きい海外では 6.7 インチの iPhone 12 Pro Max が人気になるようです。なので 5.41 の iPhone 12は日本だけ人気が高い可能性があるようなのでね、このチャンネルでも iPhone 12が発売されたらどのサイズを買いましたみたいなアンケートも取りたいと思っておりますし、他のマーケティングとか市場とか au とかソフトバンクとかドコモの市場を調査して、どれが一番売れたかみたいな動画も作っていこうと思ってますので、ぜひねそちらも期待しておいてください。はい。そして今回ご紹介した内容は僕が運営するガジェットブログに詳しく文章でも解説していますし、その他に iPhone 12の最新情報をまとめた記事とか、他の家電とかガジェットのレビュー記事なんかも書いていますので、ぜひ概要欄もしくはこちらからチェックしてみてください。はい。ということで、今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関してのリーク情報、さらにはガジェットレビューやおすすめのサービスなんかもご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい。ではまた次回の動画で。